はい、どうも皆さんおはようございます。今日はね、昨日の夜にマフラー交換をしたね、今車にちょっと乗っているんですけども、まあマフラー交換といってもカスタムのマフラーに変えたのではなくって、もともとね車外のマフラーがついていたんですけども、まあちょっと音がね結構大きかったのと、あとマフラーの中でねちょっとカラカラカラっていうちょっと変な異音がしていたので、中古の純正マフラーをね購入してそちらの方に付け替えました。で、まあ今ね快適なね静かな車に戻ったんですけども、まあ、今日はねちょっと車検対応のねマフラーですね。で、まあバイクなんかで言ったら JMCA のね公認がついているプレートがねついているマフラーになるんですけども、まあねそういうちょっとマフラーの話をね少しさせてもらおうかなと思うんですけども、僕自身今の仕事を始める前に過去の職場で某マフラーとかね車やバイクのエアロを作っている、まあ、ちょっとカスタムねパーツのメーカーにいたことがあるんですけども、まあ、その時にね JMCA の公認をね試験を受けなければならないんですけども、まあ、その試験を受けに行く担当をね、まあ、していた時期がありまして、で、JMCA のマフラーのね作り方というかね、まあ、どんな感じでねああいう製品ができているのかをちょっと今日はね少しテストのお話をさせてもらいたいなと思うんですけど、まずはじめにマフラーをね、まあ、自分の会社で作りますよね。でその時に後に、まあ、ここら辺で言えば、うちはね、兵庫県なんですけども、大阪の堺市というところに、検査協会がありまして、で、まあ、ちょっと名前、はっきりした名前は忘れたんですけど、自動車のなんたらかんたら協会やったって思うんですけども、まあ、そちらの方に、車体についた状態で、マフラーをね、持ち込みしまして、そこで、CO2 ですよね。一酸化炭素とか酸素とか、その辺の酸素濃度とか、一酸化炭素の濃度をね、もうほんま専門のすごい、体操の機械なんですけども、そちらの方で、検査をしてもらって、で、そこで、まあ、基準値をね、クリアすれば、まずその、酸素とかね、ガス濃度がね、OK がもらえるんですけど、で、まずそれをまず取りに行かなければなりません。で、それができた後に次はバイクね好きな方やったらデイトナさんっていうパーツメーカーさんはね、皆さんも絶対知っていると思うんですけども、静岡県の方に、デイトナさんの本社がありまして、で、デイトナさんの本社の中にどれぐらいの大きさなのかな、一周外周で言ったら300メーターか400メーターぐらいなのかな、もうちょっとあるのかな、テストコースというかバイクのね小さなサーキットみたいなコースがあるんですけども、まあ、そちらの方にまたバイクとねついた状態でマフラーごと持ち込みをしまして、で次は近接騒音ですね、コースをビューッとバイクで走って、でそこから少し離れたところにね音量を測る、機械がねポンポンポンと置いてありまして、でそれをテストにいろんなメーカーの方が来ますんでね、順番で担当交代してそのね測定をね皆さんで順番にやっていくんですけども、で自分の番が来たらそのコースをぐるーんと一周回って、で次こう回ってくるときにその前をビューンと通るときに、まあ、近接騒音っていうね騒音をね音量を測ってもらうんですけども、ただね結構この試験の時にですね皆さんね結構国内の、まあ、いろんなハイパワーなマフラーをね作っているメーカーさんあると思うんですよ。で皆ねそういうもう名前はねちょっと出すとあれなのでちょっと出せないんですけども、結構せめてねマフラーを作ってきはるんですよね。もうギリギリのところでもう少しでもパワーを出そうと思うとやっぱり音量もねそこそこやっぱりストレートマフラーなんか大きな音になってくるんで、でほんまの90ね例えば98デシベルでOK やったらもう97.9 で OK なんですけども、そこをねほんまに攻めすぎて 98.1 デシベルってなる場合があるんですよ。でもそれは完全にアウトなんですけども、じゃあそれの時にね
もうどうするのかと、またね、あの会社に帰ってね、マフラーを作り直してくるのかっていうと、まあ、そういうわけにもいかないので、もうでね、皆さん道具を持ってきていてですね、そこでマフラーのサイレンサーなりをね、ばらして、加工して、で、その場で新商品を、開発するというか、作り上げるというね、スタンスでやっていて、でも、遠いところなんかやったらね、静岡まで、フェリーに乗って、九州から来ている会社なんかもあるんですよ。で、そういう会社さんなんかは、もう絶対失敗できないのでね、ほんまに、きっちり仕上げてくるんですけども、結構近くの会社の方なんかはね、会社に帰れるような近くのところでしたら、もう会社にねパッと帰ってね、まだ作ってくるとかね、結構そういう努力をね、裏では開発の人っていうのはされておりました。で、まあ僕自身もね、現場でね、わーって思って、ちょこちょこちょこちょっと手直しをね入れたようなこともあるんですけども、まあそうやってね、JMCA のマフラーっていうのはね、作られていますので、結構そこには裏のね、その、まあ、職人さんって言ったらね、マフラーを手曲げで曲げるとかね、なんかこの溶接をするとかっていうのが、まあ、職人さんっていう感じなんですけども、裏方では結構ね、別の意味でもそういう開発担当のね、まあ、開発担当というか試験担当の職人さんっていうのもねいますので、まあこれからね、自分が JMCA のマフラーをねつけているっていう方は、あ、そういう人たちがおってこのマフラーつけれてるんやなっていう風にね、思ってもらえたら、そういう人たちもねまた頑張って新しいマフラーを作ろうっていう気持ちにね、まあ、なるんじゃないかなっていう風に思いましたので、またね、そういうちょっと、業界裏話があれば、僕の方でね、またお話をねできる範囲でさせてもらいたいなと思いますので、お願いします。で、この後はね、昨日このマフラーをね、車のマフラーを交換したんですけども、まあ、その時にね、車外のマフラーと、純正マフラーのね、音を実際に携帯のアプリで、ちょっと計測しながらね、まあ、そういう動画を撮ったので、まあ、どんな感じで、ね、音量計測を、ね、しているのかっていうのをね、まあ、ちょっと見てみたいなっていう方があったら、引き続きね、ちょっと長くなりますけども、またこの動画を後半もね、見てもらえたらありがたいなと思います。で、最後まで見られたら、必ずチャンネル登録の方を、よろしくお願いします。で、あとこの車ね、今もちょっと乗ってるんですけど、もともとローダウンしてあったんですけどね、なんかフロントがね結構底付きしててガツンガツンくるんでね、まだ近々その辺もね、ちょっとこの車ももうちょっとね手直しして改良をねしていこうかなと思っております。今日はね、ちょっとガタンガタン言ってる車の中での撮影になってしまったんでね、ちょっと申し訳ないんですけども、まあまたこれからもね、動画撮影頑張っていきます。んで、次のこの多分この次の動画になると思うんですけども、少しちょっと僕の中ではちょっと面白いんじゃないかなって思っている動画をね、今晩あたり、まあ、撮影する予定なので、またね、次回作も見てもらえたらなとも思いますので、どうかよろしくお願いします。本日は朝からありがとうございました。はい、皆さんどうもこんばんは。今日はですね、この車なんですけども、まあ、ダイハツのアトレーなんですけど、最初からね、車外のマフラーがついていたんですけど、で、ちょっとね、音も大きいのは大きいんですけど、まあ、中でね、ちょっと腐ってるのか、カラカラカラっていう音がね、アイドリングの時なんかにするので、まあ、今回ちょっと中古の純正マフラーにね、戻そうと思って、まあ、動画を撮影しているんですけど、まあ、どれぐらいね、音量が変わるのかっていうのを、今、携帯のアプリでもね、音量計測ができるアプリがありますので、ちょっとそれでね、今から音をね、測ろうかなって思ってます。で、ちょっと今ね、塗装のブースの中でね、撮影してるので、音が反響してるので、まあ本当のね、音よりかはね、ちょっと大きな音が出るかもしれませんけども、まあその辺は、まあ雰囲気でね、今日は撮影しようと思っていますので、お願いします。で、まあ測り方としてはね、基本的には、このマフラーの出口から、45度の角度で、大体この距離はね、50センチの距離で測るっていうのが一応基本となっています。で、僕の声もね今最大
ちょっとね、これ文字が小さいんですけど、ここに最大のあれが出るんですけど、今僕が喋った中で最大マックスが52デシベルです。今からちょっとこの車のね、音をかけ、エンジンをかけたいなと思います。で今最大がね、110デシベルまで上がりました。で今からちょっとね、あの何度かマフラーをねちょっとエンジンを吹かしていきたいなと思います。ね今ね、5000回転ぐらいまで吹かしたんですけど、まあ、吹かして最大が、今で110デシベルですね、はい、なってます。でちょっと今からちょっとあまりこれブースの中こもってね、あの酸欠で死んでしまいますので、ちょっとエンジン止めて、あの純正のねマフラーの方にね、あのちょっと交換して、また後ほどね、測定をねしたいなと思います。あ、この音です。このカラカラカラっていう音がね、止まんないんですよ。はい、そしたらね、あのマフラーの交換が終わりましたので、またね、今からちょっとこの純正マフラーのね音をね計測していきたいなと思います。もうだいぶ、あ、そっか、データをリセット、はい、明らかにね、あの音が違います。今アイドリングで、最大マックスがね43デシベルです。今からちょっとエンジンの方をね、さっきみたいにあの5000回転ぐらいまでね、ちょっと空ぶかしをしてみたいなと思います。さっきのマフラーがね、110デシベルぐらいやったんで、今回あのノーマルマフラーが、今ね、これ61デシベルです。61ってことはないと思うんで、もうちょっとあるような気がするんですけど、あのでも明らかにね、あのもう音量はね、全然違います。で、あの嫌やったね、カラカラっていう音もね、なくなったので、まあ今からね、まあ、次はね、あの走ってみてね、どんな感じか、ちょっとね、計測というかね、フィーリングをね、確認したいなと思います。